もアルティメット工房のサミとのっちゃんです。今回はポテト11月号の紹介をしていきたいと思います。表紙は誰ですか？ジャニーズベストのオレンジくんこと桐山明人くんです。はい、ヒルナンデスに出てますね。そう、木曜日、うん、見てるよ。あ、見てるの。うん、ただ来年はもう仕事辞めて皆様にキング&プリンスの情報だったりとか、ネイルサロンに行ってネイルを始めたので、今度はメンバーのしきちゃんに私がリクエストしたキング&プリンス関連のネイルのデザインをお願いして、それを私が持ち込みで、デザイン持ち込みでやってもらおうかなって思ったりとかしてますのでね、もし真似したい方がいればそのデザインを配布する形にしようかなって思ってます。それかその YouTube の画面をスクショしてネイルサロンに持っていくと同じネイルができるよみたいなのをね、今度やろうかなって思ってますので、それも楽しみにしていてください。メンバーカラーそれぞれの帽子をかぶっております。やば、キング&プリンスです。もうテンション爆上がりですね。これは屋上物語コロボックルステーションに出てくるコロボックルみたいな帽子をかぶってます。その後ろは表紙の桐山くん。あ、愛犬と一緒に写ってない？愛犬のさ、名前がさ、もう出てこないんだよね。もう中野くんのさ、ジュエルっていう名前の方がちょっともう印象が強すぎてさ、一緒に写れるのいいよね。最初のページはジャニーズベスト、え、黒のライガースのジャケット着てめっちゃかっこいい。でその次の平成ジャンプ、うん、やば。でも犬とさ写るのずるくない？なんで今回みんな犬とかと写ってんの？来ました、来ました。あ、ほらほらほら、なんか5人の小人の大冒険。もうコロボックルをイメージしてるじゃん、もうこれ絶対。ほら見て、キノコ持ってる。仲良し5人が小人に変身。小人になったら、小人になったメンバーと暮らすなら誰などクロストークしたよ。自分が思う俺の特徴にも注目です。取材は9月中旬。自分が思う5人の小人の特徴&口癖。お、口癖12345ありますよ。じゃあ1人目眠い、2人目それこそ、3人目やば、4人目ガチ、5人目、ガチとやばっていうのは分かる気がしない。いやでもさ、あれじゃん、ガチかガチかってやるじゃん、分かる？やるよね。ガチかーとか言ってやるじゃん。この子は、え、やばやばやばっていう。今時なんだよ、今時。でも全然似てない、ごめんなさい。あ、じゃあ特徴ね。1人目ダブルピース、2人目笑顔、3人目元気、4人目寝ぼけまなこ、5人目真顔。ちょっとさ、この特徴元気っていうのはさ、ちょっとかけてんのかなとか思っちゃうよね。高橋くんだからこそね。次のページ、キング&プリンスの近況が載っております。はい、ほうって書いてある。もう絶対小人じゃん、これ。え、ちょっとセクシーゾーンのスーツ似合いすぎじゃない？なんか一瞬山田涼介に見えたんだけど。ケンティーです。はい、途中で挟まってるポスター、知念くんソロですね。かわいいね。なんか知念くんの裏は A グループ。その後ろはね、ブラック校則のお二人、高橋海人くんと佐藤勝利くんですね。僕らの主張黙っていられない、映画ブラック校則で共演する二人が登場。映画のお話のほか、これまで黙っていたけれど聞いてみたいことについて対談してもらいました。さらにクイズ企画も、勝利&海人の Q&A、 言いたいことを言い合った後は反対に声を出さずにクイズに挑戦。二人の中ならもちろんわかるはず。黙って答えを合わせよう。じゃあ勝利&海人の Q&A、 こちら行っていきますね。クエスチョン1、高橋海人のメンバーカラーは何色でしょうか？はい、お答えください。そうです、あれですよ。ではクエスチョン2、佐藤勝利の愛犬の名前は？これはもう佐藤勝利くんのファンなら必ずわかる問題だと思います。クエスチョン3、2人が初めて会った場所はどこだと思いますか？何その慣れ初めみたいなさ、彼氏彼女ですか？2人が初めて会った場所はどこでしょうか？はい、お答えください。ぜひコメント欄にてね、教えてください。お、ドリームボーイズ。ドリームボーイズ来ました。これは写真もあり、その写真にエピソードがちょっとずつ書いてありますね。
9月3日東京帝国劇場公開舞台稽古、岸優太&神宮寺優太による新生ドリームボーイズ、家族仲間との絆を描き夢を諦めない彼らの熱い姿をレポートします。なんか舞台見に出た人本当に羨ましいなって。ねえ、羨ましいけど、まあ、グッズ買えただけでも私たちは幸せだと思います。ドリームボーイズアフタートーク、岸優太&神宮寺優太スペシャル対談、お互いの好きなシーン大発表、メンバーが見たドリボ中の岸&神宮寺の姿、お、メンバーも見に来てくれてね、一言ずつくれてますよ。岸くん、神宮寺くん、あのね、言ったことないけど本当は言いたいことって言って、岸くん、神宮寺くんに向けてジュニアの皆様が、あの、本当はこうなんだよっていうことをね、言ってます。少年たち、少年たち、あ、そうだ、私ね、大阪に旅行行った時にちょうど少年たちの追加なんか公演みたいなのやってたわ。キムタク出てる、珍しくない？この雑誌にキムタクって。え、この人はもうジャニーズだ。ジャニーズだよ。あの3人が抜けたんじゃん。ああ、なるほど。でも稲垣吾郎さんがさ、自分のお店オープンしたよね。あとはブラック校則の映画のオフショット載ってますね。で、その下King&Prince がケーキをプロデュース。皆さんどっち買いました？なんかちなみに、私がもう予約した時は24日25日がもういっぱいで、23日の予約しかなかったので、まあ私は撮影するから23日でちょうどよかったかなって思って、23日開けといてね。開けとく。はい。岸&神宮寺が同じ体重でドリボに挑む。あ、岸くんの俺のラブ飯、これがあれば白いご飯が何杯でも食べられるというご飯のお供を紹介するコーナー。アイドルテーマパーク、彼らの新たな一面に迫るアイドルたちが挑戦してみたい仮装について聞きました。おい、みんなあるものへの憧れや変身願望があるようで夢が詰まっています。マジ本当か。永瀬くんはミニスカートプラス美脚でセクシーに着る。本当に好きだね、そういうの。してみたい仮装については、変わった姿でやりたいこと、これはね、平野くん、永瀬くん、高橋くんが乗ってます。山田くん全身タイツを着て人混みを堂々と歩く。え、そう、それぐらい人混みを堂々と歩きたいってことね。なるほどね。いや、待って、こんなん来たらむしろめっちゃ目立つけどな。え、やばいよ、やばいよ。このハッピープレゼントなんですけど、このね、最初のね、これ映ってないか。あ、最初に紹介したポスターですね。最初に紹介したポスターで被っている帽子、これを、最初ちょっと動画戻ってもらえればわかるんですけど、最初に見せたポスターの、こういうぴょんってなってる帽子、1,2,3,4,5 人分それぞれ各1名様にプレゼントがあります。はい、応募の決まり、はい、126ページの閉じ込みアンケートはがきに名前、住所、電話番号、希望のプレゼント番号、アンケートの回答を書いて応募してね。締め切りは11月の7日当日消印有効、当選者の発表は12月7日発売のポテト1月号で行います。商品の発送は発表から時間がかかる場合がございますのでご了承ください。転売や第三者への譲渡は固くお断りさせていただきます。いや、最高でしょ。桐山くんのこのネックレス、この表紙でつけてるネックレスもプレゼントの対象ですね。で、変わらずの自由奔放 King&Prince、 5人の小人になりきって撮影した King&Prince、 どんぐり帽子をかぶった姿を鏡で見た神宮寺は、俺この帽子似合う説とにっこり、みんなでお布団に包まれるとやばい本気で眠くなるやつだと目を見開いて笑う平野。永瀬は平野がひらめいた花のタケコプターを見て笑い、キノコを前に何か語りかける岸に大笑いの高橋。本日も変わらず仲良し全開、笑顔にあふれる5人でした。アザーカット公開されてます。永瀬が命名、取れたてキング&プリンス。今月は岸と神宮寺、高橋のソロコーナーをお届けするよ。おまけのソロ企画は平野が登場し、とびきりの笑顔と仲間たちへメッセージを送ります。カイトの気まぐれ星座占い。お羊座はひいきしちゃおうかなって言ってる。自分がお羊座だから。カイトが今月の運勢1位と12位を発表。タイトル通り気まぐれだから何が出るかは気分次第。今月のカイト的運勢第1位。お羊座。今月のカイト的運勢第12位サソリ座。国民的彼氏神宮寺の彼氏の隣、タイトルジグタンにお願いされちゃった。まあ悪くないアンクルなんじゃない。え、こんな可愛い顔でお願いされたらさ、誰も断れないじゃん。というわけで今回はポテト11月号を紹介いたしました。
いやちょっといいよ、今回のプレゼントめっちゃいいので皆さん応募してください、ぜひぜひ。雑誌紹介してもう3ヶ月目に突入いたしました。結構あの雑誌によって再生数ばらつきはあるんですけれども、比較的あの毎月の雑誌紹介楽しみにしてますっていうお言葉をいただけるので私たちはね続けられます。もしよろしければグッドボタンよろしくお願いします。はい、以上アルティメット工房のサミとロンちゃんでした。